内閣総理大臣、福田康夫に第一次報告を施行する、教育再生懇談会座長、安在雄一郎教育再生懇談会は、2008年2月26日に、福田康夫内閣によって設置された、内閣直属の教育に関する指摘諮問機関である。鳩山幸夫内閣発足後の2009年11月17日、廃止。安倍内閣が設置し、 2008年1月31日に解散した教育再生会議の後継の組織である。教育再生会議がその解散時に提出した最終報告には次のような文言がある。教育再生会議の役割はこの最終報告で終了します。今後最も重要なことはこれまで報告書で提言した事項の制度化、仕組みづくりを進め、 具体的な教育現場での改革にいかがに結びつけるか提言の実現とフォローアップです。また、第1次から第3次報告が提言に終わることなく、教育再生が現実のものとなるよう、国、地方公共団体、学校等における実施状況を評価し、実効性を担保するため新たな会議を内閣に設けることが極めて重要です。これを受ける形で、 2008年2月26日の閣議決定で本港談会が設置された。決定ではその趣旨を次のように述べる。活力ある日本、世界に貢献する日本を支えるのは人である。社会が大きく変化する時代にあって、明日の日本を担う若者を育てるためには、学校のみならず、家庭、地域、行政が一体となって、普段に、 教育の改革に取り組んでいく必要がある。このため、21世紀にふさわしい教育のあり方について議論するとともに、教育再生会議の提言のフォローアップを行うため、教育再生懇談会を開催する。2008年2月の発足時に、以下の委員が決定した。なお、座長は、委員の午選による。2009年6月現在、構成委員には、以下の委員が加わっている。 閣僚の参加につき、前身の教育再生会議は、内閣総理大臣、内閣官房長官、文部科学大臣を構成員に含めていたが、本懇段階ではこれらの3閣僚の出席は、規定しているが、構成員には含めていない。なお、必要に応じ、関係大臣その他関係者の出席を求めることが、できるとしている点は、変わりがない。教育再生懇段会の諸務は、 内閣官房に設置される教育再生懇談会担当室において行われる。以後休眠。ありがとうございます。